おはようございます。今日は佐渡編です。ゴールデン街ちょっといっぱい引っ掛けて、ね、朝4時に起きたんで、まあ、始発の新幹線で、佐渡、まあ、新潟市行ったんですけど、間違って乗り換え間違にっ乗ったてんでますしよ。た。慌てて乗り換えてですね、新潟駅、やっぱり眠気てるとよくないね。でもうなんか新潟駅着きました。あっという間、まあ、あっという間2時間ぐらいかかってますけど。新潟駅ってどうやって佐渡に行けるか、釣りに行けるか、よくわかんないんだよな。わかりづらいんですよね。不審ですよね。で、なんかクソ高いんですよ、スイートとかが。1万9000円なんでみたいな感じなんですけど。まあ、この辺まだ僕ですから、佐渡か、こういうの乗るのか、ついに俺はみたいな。ちょっとテンションもあるわけですね。こう展望デッキとかいっぱいね。展望デッキ、行きますよ。ね、まさかあのことだと思わ。いやー、ご飯もね、これ食べれるのかな、でも食べたら死にそうだなとか、なんとか思いながら。また会長は風が強く吹いております。で、結構扉でのす。再開の際には、扉に手や足も挟まれないようご注意平く和だでさい。す。本線次はままだだ平和空港なん外でにす。しまして、ご確認こしこます。からね、まだ平和ですよ。まだ俺の心に余裕がある。おお、そんなでもないじゃん。なんでもないじゃないですかっていう感じで、こうカモメだねみたいなね、能天気ですよね。カモメだ、カモメが飛んでいるぞ、よかったよかったみたいな。なんとか、いやね、まだこう2回3回かな。まあまだね、この辺はまだね、そもそも海が静かですから全然平気なんですけど。いや、きつかったな。しかし、この後ですよ。この後ね、急にね、ふらっと来るわけ。おや、おやおや、これはもう、なんだかおかしいぞ、みたいになっちゃう。怖いわ。いやー、フェリー怖い。もうね、絶望的なことになるわけですよ、この後。もうだんだんね、波がね、高く、まだでも揺れてないの、これ。なんかだんだん波が高くなってって、もうなんか、もう、天と地がひっくり返るぐらい揺れるんですよね。なんだそれと。ちょっと今、変にやりますね。もうね、すげえ揺れて、ガタッと止まっちゃった。真顔ですよ、これ、俺に帰れんのか。俺はそういう顔です。え？これ、もう最後かな。死を覚悟する。海岸線がね、もうなんか寝ました。結局なんか寝るのが最適解、床に。これで、こうするとマシです。すごくマシ。やっぱ船に乗った時は寝ましょう、皆さん。寝れば大丈夫。あと酒飲んどいとか、まあ、いいかな。俺はそうだった。これがあ佐の、渡島2時か。間半、3時間弱のこ死と、ぬかと思っ何のたとよ。も。着きました、佐渡に。ねえ。いい天気でもない無と。駄の時間に感じられたけどね、佐渡の戦い日々が。いやー、ついてみるとね。ということで、佐渡に来てます。もうなんでだよっていう感じですけど。で大丈夫さ。いやー、これは疲れるな。激しいな、気持ち悪い。3時間しなくなった。こんなとこっちだけロバート・デ・ニーロさんがやってる超高級日本料理店さんだっこれたんです。美味しそうだなと思ってたの。フランスの。サード編始まります。また。